ての企画はですね、なんとですね、あれ何ですか、何ですか、ちょっと待ってください。ああ、なんだこれは、なんだこれは、あ、皆さん落ち着いてください。ただいま入った情報によると、アベマ TV スタジオ内に茶畜内です、ゾンビが大量発生。繰り返します、アベマ TV スタジオ内にゾンビが大量発生とのことです。ちょっとこれ、俺はゾンビじゃないです。さあ、なんと生放送中で申し訳ないですが、今から私たちもゾンビから避難したいと思いますよ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。ようやく見つけたわよ。ゾンビだもん。ちょっと待ってください、これ。あなたは映画カメラを止めるなの女優、秋山みずきさん。ハロウィンだからってゾンビメイクで隠せると思ったら大間違いよ。あなたたちの正体はこれなんでしょう。かわいい、かわいい、こんなにかわいいゾンビは見たことないけど、あなたたちは間違いなくゾンビよ。私があの世に送ってあげるわ。まあ、ゾンビではないけど、でもちょっと面倒くさそうだから逃げろ。そうね、逃げろ、銃持ってるし。そうだね、逃げろ、逃げろ。あ、また鳴ってる、鳴ってる。あ、ここで新情報が入ってきました。はい、先ほどのゾンビ情報は間違いとのことです。なんだ、ゾンビメイクを施したフランシュシュにゾンビ警報が反応しただけで、このスタジオ内にはゾンビはいません。繰り返します、このスタジオ内にはゾンビはいません。そうなのね、じゃ私はこれで。ありがとうございます。ここで返したらすごい無駄遣い。さあ、それでは早速対決していきます。さあ、先ほど言いましたけど、風船スペシャルルーレットでございます。さあ、来ましたよ、こちら。何これ、ね、こちら風船を先に割った方が敗北でございます。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。ロシアンルーレットでね、針が出てきますんで。あ、はい、え、風船だ。そうですよ、これはゾンビの頭に見立ててるみたいなこと。ね、ってことですね。すごくいいように撮ってくれる、ありがたい。これはゾンビってこと。え、どうする、何ですか、その黄色いの。これは耳栓です。あ、使用済みですか。使用済みの。なんで使用済みをメルカリで買うんですか。違いますよ。さあね、やる方は耳栓忘れないように。あ、なるほど、はい、割れちゃったら一応、ね、そうですよ。そんな近くでやる。そうですよ、ここですからね。あら、うん、うわ、怖い。ここでやるわけです。さあ、聞こえないかもしれない、司会さんの声。いや、そんなに悲しいし、あと司会さんって言わないでください。向井さん、混ざっちゃった。天心の司会さんになっちゃった。話が出ちゃう、話が出ちゃう。話は出ませんよ、それは。ご褒美にはならないです。先行フランシュシュからいきましょう。誰からいきますか。誰からいく。じゃあ、はい、はい、いいですか。本田さん、送ってあげるよ。さあ、こんな過酷なことあるか。え、怖い怖い。じゃあ、順番に仲間あるな。いい？じゃあ、いいよ、先に行かせていただきます、はい、さあ、それじゃあ、はい、行きましょう。いや、怖い。じゃあ、まずフランシュシュから風船ロシアンルーレット、お願いします。行きます、お願い。怖い。おー、セーフ。よかった、セーフでございます。怖い、怖い、怖い。さあ、続いて秋山さん参りましょう。はい、ありがとうございます。意外と怖い。大丈夫、大丈夫ですか。いがねを聞いて、あ、向井さんにやるか。なんで俺にやるんですか。意味わかんないでしょ。耳栓してない、はい、耳栓しててもしてなくても自分でやってください。コロコロコロじゃないですよ、ね、じゃあ行きましょう、秋山さん。それじゃあお願いします。うわ、せー、怖い、怖い、怖い、強い、怖い、めちゃめちゃ怖いじゃん。次は私、後ろから誰行く。じゃあ誰か、ギャル、ギャル、ギャルやんなよ、ギャル。ギャル、ね、ギャルに変わった。ギャル頑張れ。順子行きましょう。私が私に、私が、それはそりゃそうです。己に、でもどうなったか。そりゃそうでしょって最初にやったけど。ゾンビになるじゃん。ゾンビになるくらいなら、あ、大丈夫、近いね。何で、お願いします。あ、そう、洋画で見るよく。おぉ、すげえ、いいですよ。結構すごくない。さあ、すごい。持ってる、持ってる、これゆずきさん。でもフランシュシュ分けれるけど、全部ね、ゆずきさん一人で決めてる。フランシュシュが高い。頑張って、頑張って。いいでしょ、いいよ、いいよ、OK。 じゃあ、まあ、一回、いきますよ、いけ。割れろ、割れろ、割れろ。すごいな。え、もうそろそろじゃない。あと、耳栓しても割れろ、割れろって聞こえた。悲しい。さあ、5発目です。あさみさんに私は。いや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 。
か。マジ？え、自分出るじゃなくて？そうなの。さあまさかのリレー形式いきますよ。じゃあ行きましょう。え、でもそろそろ怖い怖い怖い。自分もね。ここら辺ここら辺行くよ。待って、ちょっと待って。落ち着いて、一旦落ち着いて。ちょっとバーンってなりそうだから、立とう。あ、そうだ、そんなになりそう。そんなに行くで、行くよ。怖い。行きましょう。3、やめて。2、さよなら。あー、すごいな。まだまだ入ってる。みんな持ってるな。怖い。でもそろそろやばいんじゃない。これだって普通ね、ロシアルーレットって6発っていうのがこれね、よくあるやつなので、これもう最後ですよ。え、割れない。そうなの。1、2、3、4、5、6ですから。これで割れなかったらもう大問題です。大問題。怖っ。じゃあ、これで割れなかったらドロー。運がいい。奇跡が起こった。っていう、そっかそっか。向井さん。そうですね。ちょっと待って、なんで俺な。もう割れるって 100% 分かってんの。なんで俺な。向井さん、向井さん。俺、ちょっと待って。
って。いやでもこれ割れないんじゃない。え壊れてるのかな。向井さん一回試して自分でやってみてくださいよ。あれ本当だ。割れないやつだ。本当だ。あれ壊れ。予告編があるということでございまして、編集展じゃなかったことになって、今日は告知に来ていただいて。